下町ぶっ飛びチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、下町ぶっ飛びチャンネルです。今日はですね、栃木県小山市思い川、過去一の最高のロケーションと言いましょうか。まず水を入れたてのプールのような透き通ったこの綺麗な水、ここに今日はですね、足立総本部から KJ 君と、そして越谷支部総代表ミスターツトン、おーい、ダマさん、はい、どうだ、ここいけると思います。なんだ、酔っ払ってるのか。いや、酔っ払ってないです。とりあえず一本だ、ダマさん、はい、いいか、何やってんだ、わざとか、わざと。とりあえずね、ダマさん、俺らの正面にあれ何が見える？違う、テトラだ。基本的な、まずはテトラからさ、攻めていこうよ。どうなんだ？うわぁ、むちゃくちゃいい石が入ってるね。丸っこいでかい石とか、しかも結構深いんじゃないのこれ、奥。もうあとはこれダマさん巻いた方がいいんじゃないのこれ、水きれいだからよ。巻いても釣れるぞこれ。うわ、いいとこ行ってる。カバスケじゃねえかな、こんな白いジョンよ。魚に見えなくね、あいつら。頑張ってちょっとパターン探すべ、一回でも当たりでもな、あればな。うわ、こりゃワクワクするぞ、ミスタートム。川の水の色はこんな感じです。なんか今変な音しなかった？猿かなんかいんのか、獅子じゃねえ？鳥の音じゃねえだろ今の。結構大型だろ今の。鳥っすか？ファッと。そこだけちょっとワンドな。どこ？ワンド？ワンドっていうのは流れ緩いとかあったんですよ。あ、絶対そこ狙い目じゃん。行ってみる。出来やすさかどうか。どれどれ。テトラ寄りに投げてるけどさ、テトラ寄りよりさ、流れの強いところがあいつら好んでんじゃねえか。そこら辺ちょっとどう思うんだ。え、ベイトは見えたからね、確認したから。芋で強えっつうなら芋だろ。とりあえず一本釣るにはそれが近道だべ。流れの中ね。
大森川。よっとー、やったー、やったぞー。おい、ダムさん、何ぼーっとしてんだ。うわー、正体不明っすか。流れに乗ってんじゃないですか。正体不明。ダムさんごめん、ちょっと竿持ってて。あ、そうか。おお、あ、スモールだ。え、違う違う、何、誰誰だ、ね、こんなとこまで、ギリアだ、こんなとこまで、ギリア、恋だ、ニーゴー、ユウヤじゃね、ユウヤ、ガタイがユウヤじゃね。うわ、ユウヤか、これマーゴじゃねえべ、でけえぞ、なにこれ、ニーゴユウヤ、ビッグユウヤ、ビッグユウヤ、ふざけんなよ口から言うや、でかこれ、でかいだろ、うん、がっつり食ってるやんけ。あ、やっぱりシャットか、ミノか、ミノ、うふわ、こう川の言うや、思い川バージョン。うわー、うそ、でもでも、まあ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 、てかさ、ダーマさん、はい、ユウヤが釣れるっていうのは、はい、スモールやる人にとっては何なんだっけ。俺はプラスだと思う。プラスですか。よく言うんすよ、はい、俺はプラスだって一緒な。手気をつけてよ。でくいぞこのユウヤ、対抗がマーゴやん。当たりはゴンっすか。ゴン。いやいや、でもダーマさん曰くユウヤが釣れるってことはすげえいい状況なんだろ。ほら、ベイトすごいよ、ダーマさん。これ何？ゴリだよね、多分。ゴリっすか？岩の下入ってきますよね。風のちっちゃいみたいな。ああ。ニーゴいんのかい。どこにでもいるの。ニーゴあるところにスモールありって言うからな。ちょっと待った、コウジ君、もしかしてそのリールの入魂リュウヤ。あとはもうちっちゃくてもいいから、とりあえずバス、バスが見たい。当たってます、いきますよ。よし、食った。うわ、抜けたか。当たりましたね。見ました？スキャッティス、スポ抜けっす、スポ抜け。その前にもうコンコン、コンコン来ました。あ、じゃあ絶対バスだよ、それは。やべ、俺もサバスキャンしよっかな。一瞬乗りましたもんね。俺はやっぱサバスキャンだと思ってんだよな、あの際は。てかやっぱ芋が釣れるっていう時点で。そうだね、近いよ。ダムさん今見たか。いや、当たりあったぞ、早速。完璧見えました。食った、よし、あー抜けた、くそー。
あ、まだついてる。あれ抜けてる。食いましたね。くそーくそー、え釣れてます、え釣れてますですよね、釣れてます、釣れてますですよね。なんでこいつ動かねえな。でもけどこれは絶対スモール、やっぱ地合いじゃねえか。俺2回当たってますから今。おっしゃ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 、おい大丈夫か、ラージか、えラージ、あ、スモールだ、スモールだ。ダメさん、俺も今一本バラして、コウジ君も釣った、やったね。おお、いいバスだ、めっちゃ綺麗ないいバス。おお、おい、重い側バス。ダメさん、俺バラしたで、いますよね、この流れに超いる、流れの中だよ、真ん中の流れの中、俺もそうだった。あ、でかい、綺麗綺麗、めっちゃ綺麗、うっしゃー、洗礼。うわー、ぶっかけぶっかけですよ。おっかやりました、いや、ダムさん、俺今さ、はい、そこで途中まで乗ったんですよね。乗ってた乗ってたね。乗ってバラして、はい、今その動画をコウジ君に見てもらってた。はい、したらコウジ君が、釣ってるやったねやりました、うぇ、あ、写真ももらっていいですか、はい、流れに沿って、見えますかも。そして、カマスケ一発でぶっ壊れる。ダムさん、あの真ん中だよ。真ん中、真ん中。俺も分かった、ドリフトだよ、超簡単。本当に右から左ドリフトしてれば当たりますよね、うん、当たる。1回目も2回目も同じ当たりよ。もうここの釣り方はそれだわ。でこうやってライン張るじゃん、ダマスさん。そうするともう竿先がグーングーンってなるから。そうか、カバスキャー、竿先がもうこうやってライン張ってたらグーングーンってこうやってコンコンじゃないの、こうやってグーングーンって動くから。かかった時、うん、かかるどっち、こっち、俺はこっち全部、お、テトラの方、沖。いや、俺もこっちにこう行く感じだったっぽいね。俺もそうでした、見本ともそう。いや、ここ絶対暑いわ。いや、暑い暑い、マジ暑い。やべえ、おもろ、うえ、釣れた。奥でも当たってんすよ、やっぱテトラ際で。いるのに見えないっすね、あいつら。おーい、無双状態、びしょびしょなんですけど。やっぱり真ん中ですか。結構サロンにもいるわ。なるほど、皆さん、ここは天国です。間違いない。三途の川と言っても過言ではないでしょう。うえー、あ、カマスキャが終わった、サイズダウン。おお、元気元気、カモンベイビー、カモン、おお、無駄だぞ、ウィー、コウジ君、2本目、2本目、かわいい、落ちパク状態だった今、10分経ってないや、ね、6分、6分で2本、でもこれワンがもったいねえな、これ一回。あっち深いんですか、浅いんですか、こっちは。へえー、あ、じゃあそこ一番釣りやすそうっすね。際だけ深いんですよね。おお、あったかくなってちっちゃくなってきたね。あ、そうっすね。
来ました、来ました、来ました。季節感じますね。救世主来た。今何で釣ったんですか、コジ君。カマスキャ。おお。いや、シンさんここ超いいっすわ。でもさ、この下流だってさ、めちゃくちゃいいんでしょ、もう雰囲気は。多分、おそらくおそらく全体的にこんな感じなんではないかと。でもあっち桜咲いてて、で菜の花咲いてて、あ、ボールを見たってこと。さあ、私は旦那さん、はい、今スイングインパクト全然ダメでね、やっぱこういう、はい、こういう系のがいいかもしんね。こういう系、うん、これファットイカ、これはノーマルイカ。さあ、思い川ねえ、ダマさん、はい、ここ最高だな、このロケーション、ここではね、バーベキューをしながらここでスモールが釣れる。どうよ。ねえ、こっちではさ、ほらやっぱさ、釣りばっか行ってると怒られるさ、はい、旦那さんとかいるだろ。子供を見ないで、うん、休みになったら釣りばっかり行って、うん、そういう人たちもいるだろうが、ここはじゃん、ここで肉を焼いたり、おのおの好きな料理を作って酒を飲み、子供たちはこの自然の中でかけっこしたり小魚がいたりするからな、はい、そして我々男性陣はじゃあここでスモール量産するわけですよ、はい、ミスターストーマー、はい、なんだ、どう思うんだ。とてもいいところだと思いますよ、ここは。本当に水も綺麗だから。そして、うん、スモールが釣れるって言ってるのは、はい、口だけではございません、はい、うちの浩二君が、はい、今日なんと3本、はい、ポンポンポンと3本あげてるからな。あげてました、ミスターストーマー、はい。ここはツトムから見てどう思う。自分はまた来たいですね、ここは。なるほど、はい、こんな感じです。気持ちいいよな。気持ちいいですね。でね、水の色、これもんです。ここはね、最高に今年一番いいポイントかもしれない。最高だよな、ここで座ってるだけでさ、はい、もうそれだけでいいよな、うん、川見ながらよ。で、あそこには菜の花が咲いてるだろうな。で、見てみろ、桜の野郎が満開ですよ今、はい、なんじゃここは。ほんでね、今日はアダマさん、はい、まあ、短時間の釣りでしたけど、はい、すぐな釣れてな、はい、ここはもう一級のおすすめポイントとしましょう、はい、おお、晴れた、チビだけど、うわ、これ超いい映像。うえ、ダマさん用意してて、用意。跳ねます。ちっちゃいねだよね、ここの。結構今チリでしたね。うわ、超いい絵。めちゃくちゃいい絵。うえ、いいサイズだな。まあまあ、どんどんサイズが下がってったな。でもこれもしかして地合いであと 2,3 本あ出るかもね。可能性ありますよね。いやだ、だめだ。こっち来るんですか。リトルスイーパーでーす。リトルスイーパー。そしてリトルフィッシュ。
リトル言うな。さすがっすね。いいとこで釣るな。ダウさんナイス。ナイスコン、ナイスファイト。コウジ君今のは沖ですかやっぱ。真ん中ぐらいだね。真ん中か、流れっすね。じゃあここやっぱバーベキューやる人が結構いるんだな。こでこのカラスがやっぱりこういう荷物も狙ってきてるんですよ。食べ残しとかあと人間の隙見てさ食ってるんだよ。おにぎりとか俺一回持ってかれたことあるのバーベキュー。俺おにぎり3つ袋に入れてたんだよ。で1個ずつ減ってくんだよ。でもう一人ジュンってやつがいて、おいジュンお前俺のおにぎり食ったろって言ったら、食ってないっすよ。じゃあお前なんでおにぎり1個減んだよって言って、でおにぎり残り2個になってたんだよ。3個買ったのが。で2個食ってもう1回ちょっと離れてもう1回戻ってきたら、今度1個もねえんだよ。お前ちょっと来いっつって2個に減ってたおにぎり、俺がうち1個食ったら1個残ってるはずだろうがっつったら、マジで食ってないっすとか言ってちょっと切れてきたからイラッとしたんだよ。で3分ぐらいして釣りしてたら、おい龍二くんとか上見ろとか言って、上見たらカラスだよ。カラスがおにぎり食わしてここちょっと明日も来る案件かもしれないです。俺が釣れてないんで、今日のヒットルアーリトルスイーパー、それとカバスキャットで、コウジ君が4本。これか、それも結構生意気な値段するんで。高めっすか、やっぱいい動きするんでしょうね。ここは思い川、ご覧の通りですね。水はこんなにドクリアです。こんなに綺麗だから水質調査の必要はおそらくないでしょう。いやもうしてる、顔洗ってる。さあ審査に人です。バスだろうか。正体は川の竜や。ミーゴ。やっぱりこの時間いいな。今シンさんが。あ、ちっさ。こういうのもいるんですね。シンさんちょっといいですか。かわいい。かわいいね。ちょっとしんさん、もうちょっと上で。なんかいつもさ、こんなちっちゃいのばっかりやな。ちょっと待ってください。しんさん、これはサムネです。やめてよ。こんなのばっかり。